ホテルとしては安全安心のところを力を入れて対応していきたいと思ってます。今の時期だからこそ自転車のちょっとした旅っていうのも楽しんでいただければというふうに思ってます。まあ、再開して前のように楽しんで乗っていただけることが見えましたので嬉しかったですね。感染症の対策を行っております。ぜひ安心してご乗車いただければなと思っております。医療機関に食事を届けたいとお礼の言葉をいただいたり、やってよかったなっていう気持ちはあります。まあ、飲食店に限らずですね、みんなそれぞれ試行錯誤しながら南極乗り切っていきましょう。